思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはグレイングリーン、名将ペイメイ。この馬も好スタートを切りました。7番グレナディアガーズ行きました。先手を取ったのはグレナディアガーズ、その外からナルナブリラール、内からは名将ペイメイ、アグリ、その前に進出、その隣にプレイングリーン、その後ろからはゴーオーアマゾン、湘南アレス、それに続きます。すぐ後ろに名将ベンガリ、その外にロードベイリーフ、ダディーズビビット、すぐ後ろ並んで3番サトノラムセス、ミッキーブリランテ、上がっていきました。先頭は依然としてグレナディアガーズ、プレイングリーン、ほとんど差がありません。アグリ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。グレナディアガーズ先頭、さあアグリ一気に来た、残り200m、アグリ追い上げてきた、グレイングリーンいい足で追い込んできました。アグリ、アグリ先頭、アグリ先頭だ。3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。わずかにアグリ体勢有利。いよいよ発走です。スタートしました。アグリこれは好スタート、グレナディアガーズ、この馬も好スタートを切りました。アグリこの辺りも前へ行きます。先手を取ったのはアグリ、その隣にグレナディアガーズ、その外からゴーオーアマゾン、プレイングリーン、すぐ後ろ青の帽子湘南アレス、その後ろ並んで13番ナルナブリラール、これに続くのが名将ベンガリ、並んで3番サトノラムセス、すぐ後ろにラディーズビビット、並んで4番ホークフルサイン、その外にミッキーブリランテ、並んで9番名将ケイメイ、前はアグリ、2番手はグレナディアガーズ、ゴーオーアマゾン、3番手後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立ったグレナディアガーズ、残り 200m、 グレナディアガーズさらに足を伸ばす、2番手はアグリ、外から一気にラディーズビビット、グレナディアガーズ、グレナディアガーズ1着、2着はラディーズビビット、勝ったのはグレナディアガーズ、このレースを制したのはグレナディアガーズ。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはナルナブリラール、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがナルナブリラール、先手を取ったのはナルナブリラール、緑の帽子アグリ、その後ろグレナディアガーズ、そのうちに続いています。その外からゴーオーアマゾン、これに続いてグレイングリーン、湘南アレス、すぐ後ろ内からは名将ベンガリ、その隣にロードベイリーフ、名将ケイメイ、それに続いています。並んで12番ミッキーブリランテ、内からはダディーズビビット、並んで2番名将チカム、すぐ後ろにサトノラムセス、前はナルナブリラーレ、2番手はアグリ、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はナルナブリラーレ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はゴーオーアマゾン、残り 200m を通過してゴーオーアマゾン意地を見せる。2番手はグレナディアガーズ、ゴーオーアマゾン、ゴーオーアマゾン1着、2着はグレナディアガーズ、3着にアグリ、勝ったのはゴーオーアマゾン、このレースを制したのはゴーオーアマゾン。いよいよ発走です。スタートしました。名将ベンガリ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました名将ベンガリ、この辺りも前へ行きます。名将ベンガリ先手を取りました。その外からアグリ、その外にナルナブリラール、その隣にグレナディアガーズ、その外にグレイングリーン、ピンクの帽子ゴーオーアマゾン、その後ろ湘南アレス、そのうちに続いています。その後ろからはサトノラムセス、ロードベイリーフ、上がっていきました。これに続いてダディーズビビット、その外にミッキーブリランテ、並んで9番名将ケイメイ、先頭は依然として名将ベンガリ、まだ粘っています。2番手はアグリ、ナルナブリラーレ、3番手後続集団も追い上げにかかります。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。アグリ先頭、残り 200m、 さあ先頭は今度はグレナディアガーズ、2番手はアグリ、グレナディアガーズ先頭、グレナディアガーズゴーリン、2着はアグリ、3着にブックルフォール、グレナディアガーズ見事このレースを制しました。発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。湘南アレス前に行きそうです。湘南アレス先手を取りました。並んで11番アグリ、その外からグレイングリーン、その隣にゴーオーアマゾン、その横にナルナブリラーレ、内からは名将ベンガリ、
その外にグレナディアガーズ、赤の帽子ラディーズビビット、その後ろサトノラムセス、この馬もこのグループ、これに続いてロードベイリーフ、並んで2番名勝チタン、すぐ後ろにホープフルサイン、その外にビッキーブリランテ、ここでアグリ先頭に変わりました。グレイングリーンほとんど差がありません。ナルナブリラーレ3番手、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。グレイングリーン先頭、外から勢いよくグレナディアガーズ先頭、あと 200m グレナディアガーズ、さらに足を伸ばすグレナディアガーズ、粘るグレナディアガーズ、ホールイン、2着はウープルフォール、3着にアグリ、グレナディアガーズ見事このレースを制しました。発送です。スタートしました。好スタートを決めたのはロードベイリーフ、名勝ベンガリ、この馬も好スタートを切りました。名勝ベンガリ、この辺りも前へ行きます。名勝ベンガリ先手を取りました。その隣にグレナディアガーズ、すぐ後ろにロードベイリーフ、並んで11番アグリ、グレイングリーン、それに続きますオレンジの帽子ナルナブリラーレ、その後ろ並んで15番オーオーアマゾン、湘南アレス、そのうちに続いています。その後ろにラディーズビビット、並んで3番サトノラムセス、その外に名勝ケイメイ、この辺りで先頭が変わりました。グレナディアガーズ、2番手は名勝ベンガリ、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。グレナディアガーズ先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m、 先頭は依然としてグレナディアガーズ、後方から一気にブープルフォール、2番手はオーアマゾン、グレナディアガーズ、グレナディアガーズ1着、2着は微妙です。勝ったのはグレナディアガーズ、このレースを制したのはグレナディアガーズ。いよいよ発走です。スタートしました。湘南アレス、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。湘南アレス、この辺りも前へ行きます。先手を取ったのは湘南アレス、その外からアグリ、ナルナブリラーレ、それに続きます。その隣にグレナディアガーズ、すぐ隣にグレイングリーン、オーオーアマゾン、この馬もこのグループ、内からは名勝ベンガリ、赤の帽子ラディーズビビット、その後ろ、その外に名勝ケイメイ、サトノラムセス、そのうちに続いています。その外にミッキーブリランテ、内からはロードベイリーフ、さらには名勝チタン、さあ先頭はアグリ、2番手はナルナブリラーレ、湘南アレス3番手、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アグリ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m、 ウープルフォール、抜けた、ウープルフォール、粘る、ウープルフォール、ウープルフォール、1着、2着にはどうやらグレナディアガーズ、3着にアディーズビビット、勝ったのはウープルフォール、このレースを制したのはウープルフォール。